いや久保さんみんなね難しいことからやるんですよね。なんで簡単に稼ぐ方法を探してるのに簡単なことをやらず難しいことからやるんだろうっていうね。簡単なことをやればいいじゃないですかね。久保さんの言う通り友達に紹介すればいいじゃないですか。まあみんなの銀行友達紹介キャンペーン言うてるわけですから。うん、で友達に紹介してあのー、まあ銀行がね怪しいって言うんだったら。 あれですけど一応金融庁通ってますよね <laughs> どうなんだ <laughs>、まあ、100歩譲ってねよくわかんない海外で出てる仮想通貨厚いよはま,あまだしもですよ出所よくわかんない仮想通貨を進めるんだったらわかんないけれども国の印鑑をされて金融庁を通って銀行免許取ってってそれが怪しいっていうのはなくないですか僕はそう思う思んですけど まあそううは思わななないいいんんでししょうねなんか怪しいみたいなだって銀行はだってだってホームページもあるんですよ。だってちょっとみんなの銀行友達紹介で調べてみてたら自分のスマホでも出てくるじゃないですか。ね、みんなの銀行がもうねキャンペーンページ作ってくれてるわけじゃないですか。うん多分まあ知名度がないっていうのは一理あるんですけども多分これ知名度があったらね。多分 PayPay ペペはもうだいぶ知名度出てたと思うんであの今 PayPay ペペであの 1000円もらえるキャンペーンやってるんだっけ知ってるみたいな「おマジで?」ってなると思いませんこうやったら1000円もらえるよって言ったら「マジでじゃあや,るや,やろう」みたいなうんそうなんですかねまあとりあえず必ず儲かる方法でも結局やんないんでやんないですよやんない人はやんないってことですね やらない理由なんかああだこだ言ってやらないんで、結局ずっとやらないままですよ。やらない人はずっとやらないまま。もうこれにつきます。久保さんも、まあそれは感づいてるところあると思うんですけど、やらない人はずっとやらないままですよ。うん。まあでもたまにね、どっかのタイミングで気づく人もいるんだけども、でも本当にやらない人はやらないですね。本当に。本当にやらない人はやらないです。うん。で、仮にその人がやったとしても続かないし、ベースがやらないんだったら。 うん、ベースをやっぱやるっていうのに変えないと、まあ、続けることは難しいですよね、うん、まあやらない人はやらないですねまあいいんじゃないですか、うん、だってそうじゃないですかだって弁護士とか医者とかもその職種に行ったら給料高いっていうのは分かってるわけだけどもでもそれはちょっと難しそうとかね医者医者は難しいとかねお金かかるとかね でも分かってますよね。でもやらないんですよ。だから,だからそう、世の中そうなんで。行きたいなと思っても行かないでしょまあ今ちょっとコロナもありますけども、ハワイに行きたいな、今度時間があったら行きたいなって言うけど行かないじゃないですか。だからそういうもんなんですよ。だからそういうもんなんで仕方ないですね。っていうふうに仕方ないで収めればいいんじゃないですか。しょうがないねって。そういうもんだよと。でも、その仕方ないで終わらすんだったら、もう一般のそうですね。もう何も変えられないです。うん。 自分の収入変えたいとか人生変えたいんだったらそのフレーズだったらまあ一生無理ですね。うん、いいらっしゃい